平安武将紀行始まったら源の義家陣営の地ここ千住神社なんですけど、ちょっとこちらはね千住大橋付近をね奥州征伐の時に渡って、まあ、日光街道沿いに結構、義家公のですねまた頼義公の、史跡が多いんですけど、まあ、この付近で陣を張ったということでその跡地という日が建っていました。まあ、こちらに、ね、書いてありますけど、源義家は奥州征伐の際、荒川、今の千住大橋付近ですね、大きな通りの旧日光街道ですから、二つ森、まあ、ここの辺が二つ森と呼ばれてて、まあ、後に千住神社になったんですけど、この付近に、まあ、陣を張ってですね、まあ、神の前で戦勝を祈願したと、古い記録に残っているということですね。1279年、一度目の文社、ああ、そうなんですか。あ、これ知らなかったね。あ、なるほど。なるほどね。江戸時代にもまあ鷹狩りをしていたと。まあ、この辺は今はね、あの大都市になってますけど、昔はすごい田舎ですから、田舎っていうかその野山があってですね、鹿狩りとか鷹狩りに適したそういう場所だったということですね。まあ戦勝祈願したということで、当然帰りにも、勝ったんでお礼をしたと思いますけどね。そのことはちょっと書いてないですけど、はい。八幡の源の義家公、戦勝祈願をした、とされる、まあ陣を張ったとされる、現在の千住神社からでした。